我もうは、バラ科、我も子属の植物。日当たりの良い草原などに生える1メートル以下の草で、秋に枝分かれした先に穂をつけたような赤葛色の花をつける。薬草として根は生薬になる。源氏物語にも見える古い名称である。漢字表記においては我もこう、我がもをこう、我がもを香り、我が妹とくれないなど、様々に書かれてきたが、もまたを意味する。 またを、元読み、割れもこうと書くのが現代では一般的である。割れもこうについては、菊科の植物で線香の原料にもなる木工と似た香りを連想することから、我が国の木工という意味だと言われるが、実際には割れもこうからあまり香りはしない。名の由来には諸説あり、はっきりしていない。植物学者の前川文夫によれば、 木工文を割ったように見えることからの命名という。一説には、我もまたくれないなりと、我もこう自身が唱えたことが、名の由来であると言われている。このほか中国の皇帝がこの花の匂いを気に入り、我もこう、と言ったことに由来するのではなど、様々な属説もある。別名にスワカ、山夏ナさん、キュウリコウ、チョジンさん、チヤソウ、馬やヤワナツメ、サンねなどがある。 英語ではグレート・バーネット、ガーデン・バーネット、中国語ではチニレと呼ぶ。北海道から九州までの日本列島、朝鮮半島、中国大陸、シベリアなどに分布しており、アラスカでは気化植物として自生している。山野で普通に見られる。日当たりの良い草地に生える植物で草地の草刈りが行われるところで見ることができるが、近年の日本では 草刈りが行われる草地が少なくなり、次第にその姿を消している。多年生の草本。地下茎は短く、やや肥大する。茎は直立して、上部で分岐し、根室用は、長い傭兵があり、奇数上服用、小葉は5から15個で、細長い楕円型か、卵上大円形、生倉頭。長大円形の小葉には、細かい巨子がある。は、から秋にかけて、 茎を伸ばし、細かく分子したその枝先に、円筒状の水上果女ができ、暗ウ紫色の花びらのない可憐な花を蜜に、つける。四枚の額と四個のおしべがあり、めしべは、小頭状である。産地には、おしべが長い類似種がある。開花時は、額もピンク色で、黒い役が目立ち、穂の上部から咲き始め、次第に下に移っていく。我もこの大円形の花女は、 一般的なバラ科植物の花とは似つかない形をしており、小さな花がたくさん集まって形作られている。その一つ一つの花は、花弁がない代わりに4枚の学編が色づいている。中倍花であり、花鉢などの昆虫を呼び寄せて花粉を運ばせている。密集した水上花樹を持つため、果実も複合花状になる。果実は痩せ花で学糖に包まれており、 先端に暗号紫色の4枚の学編が残っている。冬になると地上部のみ枯れる。性質は強権で土地を選ばずに茂る。繁殖は秋頃に行う株分けと春に種子をまく未生によって可能である。痩せ川、長さ2.5ミ、mm、リメートルであや,やかどばった楕円型をしており、量がある。根茎を乾燥したものはチニレという木薬になり、 秋に剥がかれてから掘り上げて水洗いし、茎、細根を取り除いて、天日乾燥して調整される。タンニンやサポニンオークを含み、修練薬や、止血や、火傷、失神の治療に用いられる。漢方では、清子廃油、炎樹角丸などに配合されている。民間療法では、地にレゴから1 0ムを、水 300cc で半量になるまで煎じて、3回に、 分けて服用する用法が知られている。扁桃炎、口内炎に冷ました洗液を使って、うがい薬とする。同族別種のオランダワレもこうは、干渉用だけでなく、若葉を食用とする。ありがとうございます。